はい、ということで、JK カップ今月もやっていきたいと思います。9月ということでですね、私、昨日なんと誕生日迎えました。イエーイ、みんな拍手してくれてるだろうっていうのを期待して、私、まあありがたいことに29歳になったんですけれども、29歳になったということで、最後の20代、いやーもうひやひやウキウキしちゃうね。もうね、最後の20代、いいスタートを切るために、今日はもう今日こそはいい結果を残して、終わりたらいいなと思っております。いやーでもね、ちょっと髪の毛でね、さっき私お風呂上がりなんですけどちょっと髪の毛まだ乾かし終えてなくって、ちょっと冷たいんですけれども、元気にやっていきたいと思いますあれちょっと待ってね、あ、これに入ればいいのか。緊張しちゃう。よし、頑張ろう。さっきね、はたらちゃんと電話して、ちょっとね、最初のオープニングトークとかもしたんで、それよかったらはたらちゃんの YouTube の方でちょっと聞けるので、ぜひともそちらの方でも、見ていただけたらと思います。今日も、マイクの調子いかがでしょうか。無事だといいんですけど。あ、なんかすごいおしゃれな、ところに参りました。お、これはちょっと開けますか。ガハラ、名前さんかな、ガハラさんですね。はい、ガハラさんと、お、参加できるテーブルを探しています、しばらくお待ちくださいと、待ちましょう戦国乙女というやつとね、コラボしているみたいでですね、すごく、綺麗な、背景ですね。今回到着しているのは、牧野うどん特許会さん、アホのすすむさん、よろしくよろしく。ガハラさん、すが 4R さんですねと、到着しております。みんな降りちゃった、怖いな。アホのさん怖いよ。参りましょう。お、コールしてきました。おお、ちょっと2倍レーズしてみますか。捨ててくるタイプかな。降りましょう。おお、あ、いい滑り出しですね。こういう感じでね、ちょこちょこ、あ、奪っていきたいですね。奪っていきたいあ、かわいい子が入ってきましたよ。よろしくお願いします。そんなに悪くないんじゃないでしょうか。あ、私チェックして、なのかな、どうなんでしょうね。まだかな、まあいいかな。チェック、あ、チェックかい、両方。ああ、まあ私はBB でね、入っただけなんで、まあいいでしょうまあお風呂上がりってさっき言ったんですけれども、まあね、皆さん可愛いね寝巻きをイメージしてもらえればって言いたいところなんですけれどももう全然なんかあんまり女の子らしくない寝巻き着てるんで、お、なにこれ、かっこいい、髪のさばき受けたくない。結構強気ですね。私はね、アニメとか、まあいろいろキャラクターものが好きなんですけれども、実は今入ってる寝巻きが、下が、ポケモンのズボン入ってて、上がナルト
渦巻きナルト、あ、ボール、ナルトか、渦巻きナルトの T シャツ着てるっていう、本当に意味のわからないコーディネートをしてます。なんか妹と一緒に住んでるんだけど、妹にこの姿とか見られるとキャラ渋滞すごいよってめっちゃ言われる。あ、そういえば言ってなかったんですけど、今回から 1,2,3,4,5,6 人対戦でね、今回大会、トーナメント組んでます。前は10人だったかな。あ、来ました。これはちょっと3倍でずるぐらいしちゃおうかな。ちょっと待って、降りちゃう、もしかして降りちゃう、降りちゃう、降りちゃう、やの降りちゃうかな、もしかして。ゲー、英検が儚く散っていきました。あーれー今のところ全然いいところないですけど、でも今回前回の人たちとは全然違う、顔が、はい、見えてすごく嬉しいですね。もちろんね、毎回来てくれる人本当に本当にありがたいというか嬉しいというか、なんか本当にいつも覚えててくれてありがとうって感じなんですけど、また今回もまたすごく新しい方たくさんなんか見受けられるのでめっちゃ嬉しいですね。なんかさっきね、はーたぶらちゃんと電話でオープニング特技やったんだけど、すっごくなんかちょっと後悔してることがあって、あ、いけるかな、うわ、これ怖いぞ、レイズするかな、悩むね、まあ、一回ちょっと行ってみようかな。まあいいかな、まあ、ここでレイズされたら、いや、チェックなんだ、あ、何もなかった、あー、チェックかーい、あー、素晴らしいね。そっか、だったらやばいなって思ったんだな、この人。まあ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 、あ、そう、さっきのね、その話ちょっと飛んじゃったけど、そのさっきあだたちゃんと電話トークしたときに後悔してることがあって、私すっごい声低いんだけど普段から、で、なんか原田ちゃんが電話していいですかって言ってくれて、それで電話、あ、いいよって言って、普通に電話するテンションで撮ったら、なんか原田ちゃん配信しながら電話してるから、ちょっといつもよりテンション高くて声も高めでめっちゃ可愛かったのね。それに対して私お風呂上がりで一番ちょっとなんか気持ちよくなってて、パーって気抜けてる声だったから、もうめっちゃ声低くなっちゃって、そのハッタラちゃんの方から私の声が反響して聞こえてきたんだけど、それがあまりにもおっさんみたいな声で、いやー、ひどかったね。すごく自分で自分のこと、なんかこと引いたもう本当にね、なんだろう、これが29歳なのか絶対違うんだけどなんかね、本当にちょっと可愛げがなくて、まあ、この寝巻きもそうだけど、すごく悲しくなりましたということで、何も考えずにちょっと今ポーカーゆらゆらっとやってるんですけど、ちょっとあまりいいカード来なくなっちゃってますね。さっき A 金来て、調子めっちゃいいって、一回なったけど、また調子悪くなっちゃいました。あ、でも8の2ペアおめでとうございます。ケイスさん、さっきからね、調子いい感じ。マキのうどん絶食会って読むのかな、さんは何をやられている方なんでしょうかね。もうちょっと攻めてもいいのかな。おお、オールイン切りました。よっぽどメスいいカードだったのかな、下ろしたかったのかもしれないですね。
ね、わちゃわちゃことアンティーが、うわー、ケージャップ2倍レイズルですが入っております。なんみんな硬いんですよね、なかなか。参りましょう。お、参ります。参るみたいです。チェック。これはあれですね、やろうか、ストレートチャンス、うん、参りましょう。来るんだ、フラッシュチャンスもある。これはちょっと攻めましょう。怖い。ゴール。マジ来るなあ。フラッシュ来た。よし、これはもう勝った。いや、私もオールインだな、これは。多分2人ともフラッシュだけど、よし、勝ちました。いや、 やっぱキングだからね。あ、勝ってないわ。あ、勝った勝った勝った。いや、よかったよかった。あ、よかったよかった。あ、勝ってたね。よかったよかった。キングだから絶対勝ったと思って。うわ、焦った。うわ、ひやひやした。しょうがねえ。うわ、A ダック。強い。だからもう、同じ絵、絵文字、絵文字じゃない。同じ絵札。絵札、絵札って言った。あー、お疲れ様でした。ごめんね、アホのさん。いやー、本当に運が良かったな。さっきキングでね、うん、フラッシュだったから。お互いフラッシュだろうっていうのはあったからね。うん、これは、良かった。考えてるかな、レイズかな、ストーリーを。ちょっとね、これでは入れないかな。いやー、なんかゆるゆるって言ってたけど、なんか勝ったの嬉しいな。ホールドですね。ちょっと入れないな。明日はね、撮影会とね、誕生日のね、あのオフ会をやるんですよ。なんでね、もう準備を着々と進めてるんですけど、まだ全然準備が終わらなくて。ここは様子見といきましょう。今日は寝れるかなっていう不安があります。お、ワーフェアおめでとう、やるじゃん。明日不安だ。ちゃんと運営できるかな。あ、オールイン来ました。もうそういうタイミングになってきたか、なってきたか。もうそっか、オールインしなきゃいけなくなってきたか。オーマイガー、バンプラー、素晴らしい素晴らしい。オールインです。オールイン返し。コール、コールか。うーわー、いやー、まあやめよう。コールしてる人いるし、レイズしてるし、行きます。おー、強気。まだかな。チェック。チェック。どっちも手はないのかな。コール。おお。ついてくる。ああ、わあ、手は揃ってないのにすごい強気だった。それについていくあの岡原さんも素晴らしかったですね。これはレイズできるかな。
マジでみんな入る。ホールするか。厳しいかな。まあいいかな。キングヒットしたけど。マジ？なんでみんな入るの？コール。怖っ。うわー、なんだろう。オールインかな、シュガーさん。オールインならないか。マジ読めない。わかんない。怖い。まあ、派生。フラッシュあるかな。これめっちゃわからんな。まあ、一回ホールしてみますね、一回。あー、フラッシュか、ミスった。フラッシュでした。しょうがない、これはやるじゃんですね。いや、フラッシュだったか、やっぱり攻め時だ。まあ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 、こういうこともあるよねって。いや、ちょっと3倍ぐらいですか。いやー、やっぱなー、難しいわ。うお、なんかすごい強いカードになったよ。ベッドついてくるかな。行くぞ。おお、チェック。チェックするか。チェック。まあいいかな。チェックしました。うわ、フルハウスか。すごい調子いいじゃん。うわ、私もうオールインかな。やっちまったぜ。シュガーさんにめちゃめちゃ取られてる。オールインするか。どうする。着々と稼ぎたいんじゃ、私は。あー、やばい、これはやばいかもしれない。合格、合格、いける。いける、いける、いける。合格だからいける。よし。はー、息が今出かけるでした。あぶねー、あーぶねー。ありがとうさんにしたか。いやー、今震えました。いや、怖かった。行くぞ。まあいいかな。あ、コールで。まあいいかな。みんな来てるけど、みんなチェック、みんなチェックか。ではこれで行くぞ。じゃあ、じゃあおります。ビビだったんで、出れば。あー、でもキング来ちゃったじゃん。あ、でもガハラさんがベットする。なんだろう、ハート、フラッシュ。あー、ジャック。わー、勝てた。勝てた。降りちゃった。さすがにな、ちょっとな、入れんかったな。おお、よしよしよし、稼ぎました。さっきの分を取り戻した。うわー、うん、厳しい。しょうがない。ちょっとね、ここら辺からちょっとね、あまり変なことしたくないよ。はあ、怖いよ。だから4人だからさ、そんなにまあ固くね、いかなくていい気がするんですけど、にしてもいい札が来ないっすね。お、攻めます。お、素晴らしい。フラフだったんか。何だったんやろか。
そこでレイズされたらさすがにちょっと怖いよね。私が B 便の時いつもガハラさんがコールしますね。しょうがねえな。行きます。なんかいい札でもコールする癖がありますね。おー、着々とケイさんが上がってきておりますね。やだよー。怖い。うわぁ、レイズするよね。七28か4倍か。硬すぎるかな。いやー怖いよー。あんまり取られたくないよー。入れないなー。やばいなー。ちょっとね、なかなかここは慎重になってしまいますが、次 BB だよー。 BB 来ちゃう。あ、チェックが。お、来ますね。悩んでる。おお、結構オールイン来ました。自信ありげ。えきたー、素晴らしい。あの2ペアか。あ、いやーこれは残念だったね。2ペアだったか。ここは様子見ね。お、新しいタグに移動してきましたよー。ゆでびちょうかさん、ボブさん、ラダーさん、ソーリンさん、ニルアドミラリさんです。よろしく。あ、やだ、ありがとうさって言っちゃった。よろしく頼む。戦争は私はここで。戦争勝負よ。マジ。しょうがねえよ。ールドン強いんかな。サオリスさんが一番ですね、今のところ。うわ、オールインか。6番のオールインは入れませんよ。お前が。しょうがねえね。ちょっと気長に待ちましょうか。なんかね、結構張り詰めてて、うーってなりましたけど、なんとかね、残ってやっております。みんなはどうかしら。もう始まってから何分だったかな。今40分くらい、経ちましたけれど、いやー何人ぐらい今日は来てくれたかな。なんとか残りたいんだけどな。ララッデアーでいいのかな。なんかみんな かっこいい名前ですね。ニル・アド・ミラリさんとか。うわー、いけるか。3倍いってみよう。アンダー・ザ・ガールのレイズはやっぱり怖いか。やったー。やばい。でも結局 BB なんだよね。 BB 払って BB 戻ってきたっていう感じ。女神の力覚え知らされちゃうかな。戦争をしましょう。え、怖い怖い、すごいやん。
一騎打ちですね。おお、いいじゃないの。ドキドキ。あ、ストレートの可能性。わあ、素晴らしい。これは気持ちがいいですね。平均と7のペアで勝てるのはやっぱ気持ちいいです。あっち下打ちして。死ぬ時は一緒じゃと言ったろ。死ぬ時一緒？一緒じゃない。ごめんなさい。結構オールイン合戦ですね、この択は。でも私も結構やばいな。半端なやつでは入れないですね、やっぱ。うわ、結構オールインあるな。いや、ちょっと入れないな。怖いもん、これ一発アウトだよな。厳しい。入れない。せめてこうマークが一緒とかじゃないとなかなかちょっとね。キング入っててもちょっとな。私は微生物の。おお、しょうがねえ。入るか。予定日ちゃらお母さんが、あ、降りて、展開ちょっと負けてるから、ラダーさんの方が、あー、でも2の3カード出た。おお、すごい。おお、なんかすごい、なんかこと言ってる。よろしくって言ったの、さっきか、私スタンプめっちゃ間違えてんだが、おめでとうって言おうとしたのに、めっちゃさっきからミスって。怖いなー、ちょっと、お、ちょっとチャンスかも来ました。オールインなのって言わないでね。オールイン。これしてみるか。勝負や。よし、いけー。やった。よし、いける。これはいける。よし、あ、よかったー。あぶりー、あぶりー。これは運が良かった。で、私だけセリフないやつ。公式のくせにスタンプがないや。でもよかった、復活してきた、ちょっとだけ。いずれちょっとまだまだ厳しいけど、いや、なんか今日はね、気軽に座談しながらやろうと思ったんだけど、ダメだね、やっぱ無理だわ。こう張り詰めちゃうとね、こう集中して、いや、集中しろって話かもしれんけど、しょうがねえ。いやー、ね、食べちゃうの。いやー、やっぱね、緊張感がすごいからな、ちょっとやっぱ、だめだ、お話ししたかったけど、する余裕ないよ、ないよ。いやー、やっぱでも全然、もう結構、やっぱきついなぁ。お、ついていきますね。フラッシュの可能性もあるのかな。ここは様子見ね。様子見なの。あ、これはフラッシュあるな。ここは様子見ね。エッグなの。
あ、どっちも持ってないんだ。おお。2でそっか、ついていった感じか。すごい勇気ある。あ、え、激キャッシャー、やっと。でもみんな降りてる。やばい、いいよ、コールしよう。でも私もうお金ない、お金とか言っちゃって。チェック、コールしようコールしようとか言って。うん、ここで下ろしたい。よし、やり方が良かったかわからないけど、やったー。あ、よかったよ。お金出てっちゃうな。稼ぎましたポイント。なんとか、復活しました。あ、よろしくって言ってるから、よろしくって言おう。新しい人はシュッコ、ウバさん勝利、ウバさん勝利、ウバさんっていう名前なのかな。やればできるね、できるできる。こう2倍ぐらいしとこう。いけるか、マジ。はぁ、これオールインやろうか、もしかして。うわぁ、オールインやろうかって言っちゃった今。あははは、オールインやろうだ。ダメだ、入れん、ダメだ。調子乗った、後ろのこと考えないと。いやだ、みんなオールインだ。いやでもオールインしないといけないか。そっか。ダメだ、ダメだ。後ろをちゃんと考えないとダメだ。その、ダメだ。目先の、あのカードに振り回されては、長い意味で見ないと。やだー、なかなかうまくいかんですな。ジャックスではちょっとな、入れないな。ジャック、俺の方が良さそう。死ぬ時は一緒じゃと言ったろ。死ぬ時は一緒じゃぞ。考えてますね。もうオールインするしかないもんね。ピンチ、なかなか。やだな。もうちょっと残りたいな。せめて。あとワンタックぐらいまで。あ、でも、そっか。いやー。いや、ちょっと、いい残らなくなってきましたね。まあ、まずゲームなんでね、これはね。ドキドキするね。はい、カード。あー、A が来た。おー、キング。おー、
いやー負けちゃったか、2ペアだったのに。やっぱ強かった。イエーイ。もう私です。ゴールドなの。あ、妹が帰ってきました。ゴールド、ゴールド。あ、こんばんは。私今ゲームの配信してるの。ちょっと引っ込みますね。よいしょ。ちょっと暑いけれど、私の部屋に来ました。いやゴールド、これはちょっと入れないな。ハタロちゃんは今どのぐらいの順位にいるのかな。お互い残ってたらいいんだけど。お、A 金と A6。 おお。ミルさんがちょっと復活してきましたね、さっき。いやー、ちょっとあんま入れないな。私の部屋久しぶりに入るから暑いから、ちょっと洋服を片付け洋服を片付けています。よいしょ。これが正直お、チャンス来た。やっと切ったよ。時間延長してる。やっちゃうよ。やっちゃうよ。降りるかな。もう降りてほしいな。これが僕の本気だ。わ、来た。わ、いい符だ。あー、やばい。キング、うわー、でもキング切った。よかった、キング切って。フラッシュの可能性。よし。よかったー。ふぅ。はないの。はないの。ゴールドーン。なんとか残れやした。よかった、よかった。あ、でもなんか久しぶりに自分の部屋、エアコンないんだけど、自分の部屋入ったら案外涼しいから、なんかもう秋は、やってきているんだよね。ゴールドなの。ゴールしよう。ゴールド。うわぁ。チェック。行こうよ。どっちなんだろう。オッケー。まあいいかな。行こうよ。ハートの可能性ないから降りるか。あ、ちょっと厳しかった。あー、やばい。もうオールインするしかない。あ、さっきのオールインすればよかったのか。普通に失敗した。ゴールド、ゴールド。
結構一回入っちゃうとヘリがやばいだ。厳しい戦いになってまいりました。ゴールドなの、やっぱ一回入ったらな、やっぱオールインしないとだ、やっぱダメだな。いや結構いけたと思ったんだけどな、いけんかったな。いいの入んなくなってきちゃったな。いやだよ、ここで負けるのは。そうだよね、オールインだよね。A 点か。おー、そっか、じゃあこの人なかなか、あ、そこがめっちゃ減った、 12.5 万になってる。1回での戦いが、うー、1回勝負してみよう。あれ、あ、でもこの人に負けたとしてもまあ大丈夫大丈夫。あー、だいぶない。うー、5分。あーやばい、やばいかもしれない。8から16。あーダメでした。ちょっとな、勝負、いやでもここで勝負しなかったら結構厳しいよなっていう。降りた方がいいぞ。すごい格差社会になってる。すごい人はすごい数いってるけど、 やばい人は4桁格、これがエムホールデムの格差社会。チャンスかもか。ユークリッドさんがやんなかったらオールインしよう。うわ、入ってきそう。バイバーイって言って、あーでも降りた、よし、あーやったー、稼いだ。ちょっと稼いだ BB。 こういうのなんすよね、大事大事。なんか5桁になっただけですごく心の安心感がすごい。へえ、へえ、あ、でもここからみんな手堅くなってきた。やばい、もう勝負するしかも私はないから、もう正義の味方になるぞ。あ、まあこれはオールインだな。これでどうかな。オールインしかない。一騎打ちです。ハート来い。あー、このまま何もありませんように。9揃うかい。あれ、あ、違うや。ん、あ、そうだよね、負けた負けた、やられちったわ。正義の味方になるぞ。正義の味方になるの。やめとこう。うわー、やめとくか。いやー、でもここで勝負いかないと。勝負やー、ビビー来ちゃう。でもオールインがいる。私はここでオールインか。あー、言って、わー、よかった、入んなくて。どっちにしちゃ無理だ。どっちもストレート。ないの、正義の味方になるぞ。めっちゃ正義の味方言ってる。
いやー次ビビー、ここで一貫と死ぬ。これでどうかな。コールド。うーですよねー。もうこれあれ。うーワンペア。あよかったー。あー本当に5台でそれだけ。あーよかったー。うん、分かった生き残った。めっちゃ焦った。よかった死ななかった。ボールド、ボールドです。しょうがない。いやおーすっごい。あ、ドキングヒット。あ、じゃあツーペア絶対勝ちやん。サウリンさん運がめっちゃいいっすね。いやー大台に乗ってる。いやーすごいナイスハンド。正義の味方になる。正義の味方頑張ってくれ。私もダメだ。ホールド。ホールド。正義の味方になるぞ。いやチェックかな。チェック。5、3、4、2が出たらストレート。あ、スリーカード。リオのスリーカード。チェック。わー4持ってるか。誰か持ってない。おーポン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 叩いて。なんかさ叩くのあったよねポーカーでさ。すごーみたいな。机叩くみたいな。ホールドあったような。ホールインだ。うわーい。ジャック10は微妙だけど、よし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 、これでいいんです。これでいいんです。これでなんとか。うー入れないな。しょうがねえな。ホールド、ホールド。し1回のポットがすごい金額になってきたよ。やばいよ。アンティもやばいし、アンティセンダーし、やば。よろしく。よろしく、よろしく頼む。よろしく。やめとこう。あ、コールしよう。お客よ。障害です。あー、微妙。8。あー、ど、あー。やれるじゃん。よかったよかった。引き分け引き分け。あーだけどでした。お、チャンス来た。よしよし、これはええんでは。ここは違うかな。いや、この人、いや、オール一緒。オールイン。降りた方が良さそう。うわー来るかーい。うーお願い。何にも来ない。お願い。わっしゃー。ちょろいちょろい。やったー復活してきた。おーいやードキドキした。これやっちゃうよ。あ、やっちゃうよって言ってる。これ全部食べても良いのか。よしお願い。クローバーか。あーよしよし来た来た。わー調子いい。感謝じゃん。さらった。感謝だと言って。
去っていった。ありがとうね。いやーめっちゃキリッとした。うわー、やすごい、なんか緊張しすぎて頭痛くなってきた。大丈夫かな。お6000だもんね。だから3倍で1万8000とか4倍で2万4000だもんな。いやちょっとでもずっと怖い戦いでずっとしてますね。やめとこう。オールインしかないんだよな、もう挑むのは。あ、ハンダラちゃんと一緒になった。え、待って、ハンダラちゃん、笑わら待って、わら、マジ二人で潰せ。ごめんごめん。まだまだ行くよ。ハタラちゃん殺した。え、ごめん、マジごめん。ハタラちゃん、せっかくゾタラクできたのに、ハタラちゃんもう私が消してしまう。待って、爆笑なんだけど。いや、これはめっちゃ面白かった。やっちまったな、ほんとに。いやー、ハルタラちゃんに恨まれてるだろう、今。でも、お互いここまで残ってたっていうのは、すごい嬉しいね。いやー、やってしまいました。ハルタラちゃん、お疲れ様でした。キョンさん、マギゴエさん。カオリンさん、コーダヤマさん、キミワペットさんですね。うわ、無理無理。ストートダッシュしてます。天城越えさんのオールインはちょっと怖いな。いやおもろかったな。潰しちゃったもんね。いやー本当に、あ、ハードラちゃんも初めて同タックできたわ。この JK カープもう5回目ぐらいなんだけどね、やっと感動の対面と思ったらまさかの2人で潰し。いやーマジ申し訳なかったわ。入ってきてね、すぐね、ちょっと飛んじゃった。結構ギリギリのポイント数だったもんね。やばいな、ちょっともうすぐ、待って、もうすぐビリビリ来ちゃおうかな。やばい。さあどうだい、あと運だわ運だわとか言って。本当にいい札が来ればって感じから。いやあともう少しでビビ来ちゃうな。でも入れないな。ちょっと一番つらいところにいるんだけど、行こうか。いやこういうこのせめぎ合いのポーカーしたいんだけど、オールインしかできん。お、ストレートやっぱこういう時にね、ストレート来ちゃうんよね。ここは違うかな。おー、何のあれだったんだろう。ダイヤマさんですね。いやマジか、帰れないや。もうビビり来ちゃいます。いやーやばい。いやー私は辛い戦いをしております。いやービビー来たー。いやー難波戦は重いです。そして入れないな、レイズされたら入れない。しょうがねえな、無理ですね。ちょっと手堅くなってきちゃうな、ここら辺から。私だけ10万いってないからちょっと厳しいよね。
いやちょっと勝負できない。いやだもうやっぱハタラちゃんに勝ったから、いやハタラちゃんの分もやっぱ私は背負ってるわけよ。これはだからこれはもう全負けられない戦い。いや負けられないのよ。ここで何人ぐらいなのかな。もうすぐ1時間経ったから、しょうがねえね。うん、オールイン。ここは違うかな。ホールド。ここら辺からちょっとなかなかね。うわ、レストラクチャーブレベルアップしてるよー。レアンティー1300。うわやばいかもしれない、やばいかもしれない。あ、そうだ、落ち着いて。チェック。落ち着いて。チェック。落ち着いて。レッド。行こうか。ハイカードか。よいしょ。ちょっと今スマホ持ってきて。何人ぐらいかな。あ、チャンスかも。やっとここでチャンスかも。デレイズか。うわ。むずいな。あ、ちょっとやー、ちょっと弱い。あーでももう足ビービーしかない。弱いよー。超チャンスでやっと、いやー、いやーでもさっきレイズだったから、なんかいけそうだったから、もしかしたら、ちょっと、うわ、オールインか。オールイン来なかったらな、ちょっと私オールインしようと思った、今。まあでも私こんだけ手堅くやってるから、まあみんな入って、なかなか入ってこない気がするけど、うわぁ、もう全然入れない。ホールド。行こうか。いやぁ。なかなか、あ、チャンス来た。あ、やっと来たよ。これでどうかな。いやあ、よしよしよし、いやよし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 、あ、ちょっとカットちょっとカット、よしよしよし、いや入れないな。いやもう地道に地道に待って、地道にオールインをこうしていく感じですかね。そうね、ちょっとここら辺でオールインとかして1対1で、やばい、あ、よしよしよし、こういうのよ、こういうことがね、1対1の時にちょっといい札来た時にちょっと頑張ってオールインするっていう勇気。シシシとか言って、オールインだ、これは入って、よしよしよし、あ、こういうこと、いや、こういうことよ、あ、ほんの時間、いや、こういう着実なのがめちゃめちゃ大事だよな。そうで、めっちゃネットレイしてるけど、めっちゃ手震えてんだよね。いやー、しょうがねえね。
でもみんな全然入ってこなかった。うわぁ、超これは本当に強いやつじゃないとなかなか入んないから、みんな22は入らんな。ちょっとさすがにアンダーザーガンでさすがに22は無理だ。どうほらレイズガンもよかった、入んなくて。お願いだ、2人で、潰し合ってくれ潰し合ってくれひどい、よし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 、いやー勝ちたいな、ここまで来たら。うわー、ビビ一番高。いや入れないな。怖いよ。あ、なんだかんだ私サオリーさんとずっと一緒だ。そうだな、これはオールインしかないな。やっぱ入るかな。よし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 、あーよかった、危ねえ危ねえ。なんか3番ぐらいまで残りたいな。エースジャックは行きますね。よしよしよし、みんな手堅い。なんか、あ、ちょっと上がってきた。よしよし、よかった。相変わらず手汗やばいけど。オールインするものを間違えなければ大丈夫。うわ、マジか。おー、来た来たー。いっけー。うわー。シーズかよ。これは、マギゴエさん。運が悪かった。いや、でも、いや、でも、ナイスファイト、ナイスファイト。いや、これは、もしかして残り4人なのでは？いえー、負けたくない。 あ、でもやった、勝ったやった、不戦勝、ありがとう。ここまで来るとめっちゃ緊張してくんだけど、やだー。コール、何コールって、え、怖っ。コールド、行こうか、行くんかい。やろうか。ここは違う。よし。まだまだ行くよ。よかった。だから3位には入りたい。ちょっと緊張しすぎて頭痛いけど。頭痛いけど。なんか表彰台まで上がりたい。でもまだ今とこビリ。うわー悩む。いやでもしょうがねえな、手堅くいこう。ここはビリだから、ほらレイズがいるから後ろに。私は負けないよ。いい、すごいな、何だったかなって押したいけど、なんか空気感ピリピリしてて、そんなふざけたなんかやつやってる場合じゃないっぽい。ふざけられないうわ、いや俺いいんだよな。よし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 、あやだ、もうやだ、緊張して頭痛い、緊張して頭痛い。
あ、レイズ来たら降りる。しょうがねえね。ゴールド。いやー、3人まで、いや3位に残るまでになり、なりたい、なりたい、絶対なりたい。ゴールドだな。降りた方が良さそう。ではみんな手堅いここら辺から。いやーやだよー、サブリンさん、ゴーダヤマさん、キョンさん、うーん、でも次 BB 来ちゃう、やだーやだ、緊張する、負けたくない、私は負けないよ。おー、ここからが長いよね。うわー、オールイン来ました。降りるな、これは。降りますね。指に取られちゃったな。10万の差がある、私サブリンさんと。強いよ、キョンさんもだね、うん、マジか。ゴーダヤマさんがレイズいかんかったら私やってたんだけどな。ちょっとさすがに勝負できない。ピカーンってくるやつじゃないとやっぱレイズには立ち向かえないね。いや無理無理。いやーやばいな、全然入れなくなってしまった。のは、いやー次 BB 来ちゃう、あーもう入れない。あーやだやだ、もうやだ、お腹がお腹がこうキュッキュッキュッって、苦しいよいやでもこういう場をね、なかなかここまで来れないから、もう楽しんだもん勝ちよこれ楽しんでいこう。あーよし、いけいけ、みんないけいけ、ゴーゴー全然いけないけど私。いやー全然入れんな。うわー行こうか。なんで、うわーコールやだ。さーてどうする、でも行くしかない。あーやばい、うわ互角、ダイヤ来ない同時、あーやった、やばっ、やば、あ、これちょっと楽しんでこうぜやべえ、しょうがねえよ。いや来たる、これやば、来てるな、これ。キョンさんが勝つか、あでもみんな2人とも A 点だから変わらないや、聞き分けですね。おお、あれやばいだ、いやここまで来てしまいましたねやば、着々とこう待ってたのが良かったんだなと思うけど、うわーなんとか3位までに飛び込みたい、お腹痛いゴールドみんな多分同じ思いだから、多分すごい相当手堅くなってるから、
でもレイズなんだよな、怪しい怪しい。うわあ、ここは違うかな。まあ1対1ならいい、行くかなっていう。うーやばいかもしれない、悩んでる。あ、よし、危ねえ危ねえ危ねえ。まだまだ行くよ。3-2は結構賭けでしたね。まあ1対1だから、まあ、まあ、やばいやばい。私は負けない。うわ、俺いいか、ちょっと降りる。ホールド、おお、これでもしゴージャさんが勝ったら私3位確定だけど、ワンペア揃ったで、あ、ツーペア、あ、あー、京子さんありがとうございました。お、私、あ、待って、私勝手にここがラストステージだとは思ってたけど、ラストステージじゃなかった。ラストステージじゃないかい。ちょっとなんだよ、全然全然緊張してた意味何だったんだよ、なんだよ。え、ここが最後かな。あ、ケイさん残ってる、ただいま。あ、でもここが最後かな、もしかしたら。しょうがねえな。これさ、情報、あ、残り5人だ、やべ、残り5人に入ってるわ我。しょうがねえな。今ハートラちゃんに残り5人に入ってますって言った。あ、けどくっついた。あれだ、行っちゃうよ。いや、残り5人まで来ました。いや、3人まで、あー、けーき、キングスやっけ。お、マジか、すごいな、キングス負けるんか。まあこれがポーカーですよね。うー、なんとか。オールインですね、ホールドします。いやー、ちょっと K さんとの数字の差がえげつない。すごい、60万ってもう余裕の顔にすら見える、このキャラクターが。まだそんな数字でやってんのみたいな。わら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 、いや、入れんな、レイズされたら。おー、行くね。マジ行く、うわ、数字がでかい。惜しみなく使う。おー、なんかすごい。何持ってるの、こっ、いやー、素晴らしいベッド。何？すごいなー、怖かった今。今ので結構ね、ポイント上がりましたね。
いやー、エースと2だったら入ってもよかったのかな。今ちょっと微妙でした。もうなんかもう怖すぎて、もう負けたくなさすぎて、もうめっちゃ手が痛くなってわー、マジかー。ケイさん怖いよー。あれ入れないな。やば、次 BB だ、やっぱ。あー、なんかチャンスかもなんだよね。でも BB 来るからあ、やばいかもしれん、入るかも。あー、よかった。あー、よし、ウーザーよかった。よかった、誰も入らんくて。こういう思い切りが大事だよね。いやー、ほんと大事だと思うBB 分は取り返せたので。いやー、ちょっと入れんな。怪しいけど、アンパさんの札何なのか怪しいけど、いやー、入れんな。いやー、俺は…いやー、ちょっと変にオールインできないよなー。オールインしたしするものをこうちゃんと…うわー、ここはちゃんとオールインするけど、怖い、やばいかもしれない、やばいかもしれない。は考えてる。怖いなー、やばい、来そう。はあ、よかった。あぶねあぶねあぶね。ここは惜しみなくやっぱオールインしないとね、もうみんな入ってきちゃうんで、私ぐらいのあのね、もうほんと低所得の、低所得ってなんて言うんだろう、こう貧困貧困の旅は。いや、 M ホールデムの格差社会でございます。わ、でももう BB 来ちゃうな。いや、 BB が来ちゃう。あ、オールイン来た。わー、微妙、ちょっとアンパさん勝ってる。しかも2ペア、うわー、復活だな、アンパさん。あれ、アストレイ、うっそ。お疲れ様でした、アンパさん、ありがとう。でもナイスハンド、ゴーダヤマさん、やばい。これであと4人になりました。いやー、いや、ストレイズ入れんな。うわ、いやー、残り3人ぐらいにまでは頑張って入りたいんだけどね。ちょっと攻め抜きを間違えなければ、うわー、でも今行ってもよかったなとか考えちゃうんだよね。なやー、ちょっとだめだ、怖い、怖すぎる。私一発アウトだからな、もう。考えてる。オッケー。わ、来た。いやー、よしよし。うわー、怖い怖い怖い戦い。私は入れない。あー、でもゴーダヤマさんなんかすごいね、もう1位だもんね。1位になっちゃった。あれあれあれ、1位じゃない、あ、1位じゃないね、着々と。やっぱ1位だ。いや、これはそうで、もうこれだったらもう負けていいよ。
気持ちよく負けれます。はい、負けなんで負け確定なんだよって感じだけど、まあみんな降りるよね、一番下のそのアンダーザガンのオールインだもんなちょちょちょとか言って BB が稼げたので、いやこれは入れんな。いやなんかさ、本当に緊張して考えすぎるともう何も喋れなくなるで。お、オールイー来たけど、どうなんだろう。あ、降りるか。あ、やばい、着々と差が、私のビリが、圧倒的ビリが。やばい。いや、勝負できないんだよ。怖くて。なんか本当にしがみついてるって感じ。なんとかそのくらいついてるって感じ。まだかな。まだかな。いや。悩んでる。でもチェックだ、ずっと珍しい。よしよし。お、どっちもチェック。おお、そっか、2位のペアで、ね、ちょっとやっぱなかなかいけないよね。あーあー、これいけるよなと思って。ああ、だってよかった、行かなくてレイズ来てた。終わっ、終わっ、わあ、いやー、すごい戦いになってきた。いえ、強気やん。オールインあるかな。やばい、ちゃちゃ入れちゃった。強いから、こんな緊張感ありまくりのステージで強いかなのが一人だけ恥ずかしい。ごめんなさい、茶化してごめんなさい。あ、でもビビありがとうございます。圧倒的用意。いや、攻められない。いや、攻められない。負けたくなさすぎて本当にポーカーのさ、こういう大会とかでさ、上に行く人たちの心情ってマジでえげつないプレッシャー。すごい、いやー、すごい、この中をずっと戦うのすごいな。そこで心理戦ってなかなかさ、私まだ画面上だからさ、あのね、ヘラヘラこう、なんだろう、あぶ、いやー、無理無理とかこうさ言ってやれるけどさ、もうこれさ、対面でさやるのさ、めちゃめちゃすごくない？私絶対顔ピクピクしちゃってグッとバレる。これえげつないよね、緊張感。本当の対面だったとしたら、これはさらに顔を隠さなきゃいけないから、降りた方が良さそう。しょうがねえね。え、待って、気づいたら私20万も切ってる。あ、やばいかもしれない。いや、ずっと待ってるんだけど、多分私早く降りてくんねえかなって多分みんな思っているだろう。ここで行くか。来るかな。あ、降りたか。降りるよな。やっと動き出したと思ったら怖いよね私だったら、私も怖い。でも着実に減ってるから、そうよね。もう
まあちょっとこれだったらオール行っていいかなってちょっと思ったけど、やっぱ後ろで来ちゃうと、いやーちょっと厳しいかなってなっちゃいましたね。うわーちょっと厳しいかな。もう相当手堅いよ。いやーちょっと手堅くしすぎてるかもしれないな。もうちょっと、あーでもみんな負けたくないもんね。あーオールイン合戦きた。うわーどうだ、ウェイキンかー、66、まあ、うわーマジかー、サオリンさんかな。わあ素晴らしい。ふう、え、あ待って待って待って、 あと3人になったじゃん。え嘘、え嘘嘘嘘嘘、マジか。正義の味方になるぞ。絶対キュウリ。いやでもそろそろ私もちょっと厳しいな。しょうがねえな。いやでもここまで、でも3位まで来ただけで私は今日満足って言って、いやダメだ、まあ、それだけでいいんだ、いいのか私は。うわここで打っていくか。お金ないから私次 BB 来たら。よし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 。あぶらぶらしゃ。あぶらぶらぶら。あぶらぶら。あぶらぶら。あぶらぶらぶら。うわー入れない。いやー入れない。いやうわー、これはさ降りるか。いやー降りるな、これは降りる、ダメだ無理。いやこれは行くよ、これは行く。どうかな、うん、うわよし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 とか言ってすがりついてるけど、いやちょっと、いやもう精神状態がもうやばい、耐えられない。いやでも二人とも私が早く降りろと思ってんだろうな、ごめんなさい。本当にごめんなさい、なんか本当にしぶとくて。これはオールインだな。うん入んないよね。いやジャック行く、来るか、もしかしたら来るかもしれない、来そう、考えてる。あーいやーみんな手堅い。いやー本当に本当にいいやつといいやつのこう一騎打ちで運で行く感じかな。ゴールドか、そうや硬くなるねやっぱりね。いやーみんななかなか入らない。まあよかった BBBB ゲット。おちょっとなんか追いついてきた。いやー降りるなこれは。いやどうせ降りられるだろうけど。どうする、お来るかな。いやそうだよね、来ないよね。ちょろいちょろい、ちょ
関さんの来て、ね、の時に来てくれたらすごく嬉しいんだけど、うん、みんな本当にマジでいいやつといいやつがこ来た時じゃないとこれオールいいなんないよね戦いに。でも私ケイさんにちょっと追いついてきた。あ、だもダメだ入れない。入れない。いやマジ間違えなければ大丈夫。さてどうする。お風呂沸いた音する。うわ来るかな。あー来たー。やばーい、やばい。あやば、同じじゃん。ガビーどうかしら。いや同じやで。まだまだ行くよ。いやこれはナイスハードですね。イエーイ楽しんでこうぜ。あなんかちょっと和みました。よかった。なんかずっと張り詰めてたけどちょっとなんかうわーってなってちょっと楽しくなった今。いや無理。いやまた離れてしまった。ポイント差が。おお。取りた方が良さそう。ああ。しょうがねえ。入れない。いやでも硬すぎるかな。硬すぎる。入ってもよかったから。正義の味方になるぞ。いや正義の味方になるわ。あれだ。正義の味方になってください。いやだって5万。BB いつの間にかさ5万になっとるやんけ。いやいけへん、いけへんよ。うわー入れないだ。どうしよう。本当に超強いやつ。流れ来てんじゃん。いやーやばいな。来るかな。あ、来なそうだよね。勝負勝負。あ、来ました。うわジャックス。やばい、これはやばいかもしれない。あ、来たー。やばーガビー。やばい、残っちゃった。やばい、やばい、残ってもうたよ。わて、わて。さーて、どうする。楽しんでこうぜ。いやもうここまで来たらもう誰も、みんな優勝、みんな優勝とか言って。やべ、わて1位になってもうた、もしかして。あ、やばいかな。やばい、や、あ、やばい、あ、そん、あ、やばい、1位だ。みんなテンション上がってきた。ナイスハード、自分でナイスハード終わっちゃった。オールインだ。もう勝負合戦っすね。よしよし。かけちゃおう。みんなテンションが高くなってきたよ。え、マジ？勝負じゃん。うわ。
フルハウスかい。やべやべ、1対1やばい、1対1になってモーター。正義の味方になるぞ。次はいやーこれはいかんな。いやいや1対1だからそうだ、ちょっとビビらんでもここはいい、もうオールインで行くしかないと思っています。よしよしよし、ちょろいちょろい。1対1かチャンス。降りるかな。あー英検来たのに。ちょろいちょろい。正義の味方になるぞ。正義の味方になるぞ。3倍レイズ。よし。ちょろいちょろい。オールインせずともちょこちょここういうのでやっていけばいいのかな。オールイン。いやこれは無理や。しょうがねえ。むずい、2人ってむずいよ。いや無理、これは無理、入れないよ。マジあるっしょ。いやワンチャンなかった。いやちょっと無理だな。いや着実に取られてる。楽しすぎる。楽しんでこうぜ。やっちゃうよ。オールインかな。あーオールインは来なかった。まだまだ。いやちょっとオールインを一回やめよう。1対1だからいやこれはいけんな。いやこれはいけない。強いカードはオールインしない方がいいかもっていうちょっとわ読みであるけれども、ちょっと入れないな。かわいいなスタンプ。やばいな、強気だなめっちゃ。もう勝てない。いやーちょっと待って2倍ぐらいの差になりそう。いやーどうしたらいいかな。ちょっと入れないなマジ。いやー入れない。いやー入れないけどなんか押されてる気がするんだよね。マジ？オールインだ。うわどうかな。うわ互角っていうのか。うわ2ペア来ちゃった。うわ負けた。あにゃー悔しいマジかー。いやーいやでもお互いすごいいいカードだったから、わこれはもうなんか負けて
悔い出すって感じですね。いやでもちょっと最後の方は結構あの正義の味方になるぞに押されましたね。もういやー悔しい、あマジかいやーいやーすごい戦いでした。でもサムリさんすごかったね。ずっとタク一緒だったけどなんかこう思い切りがめっちゃ良くて、いやーちょっと押されちゃいましたね。最後の最後もなんか勢いでなんか運までも持ってった感じがします。いやーおめでとうございました。いやってか自分もなんだけど、いやここまで来ちゃったよ待って待って、ちょっとこれは写真撮っていいですか。やばくないっすか。結果発表、はい、ということで JK カップ皆さんお疲れ様でした。いやー健闘しました。でなんぼなんと2位、うわー嬉しいです、ありがとうございました。今回はなんと88人の参加者、集まりまして、いやーこんなね人数集まってくださった中で、いや私2位になったのはとっても嬉しいでございます。でもやっぱ悔しかったね。やっぱさ私3位になればいい、3位になればいいってずっと言ってたけど、やっぱり1位、やっぱあそこまで行ったら1位になりたいとなるもんだね。じゃあちょっとねその勝利への欲がちょっと張り上がったのかもしれません。そこが今回の欠点だったのかなと思います。はい、じゃあですね、ランキング見てみましょう。ほら2位に入っております。1位サオリさん、2位 JK レーダーボ、3位ケイさん、こういうで今回トップ3になりました。いや今回でなんかちょっとM ホールデムの公式ユーザーとしてのまあ、ちょっと威厳が保たれたのかなと思いますはい、本当にありがとうございます。あとはこういう、順位になっております。皆さんはどこに入ってるかな。あでもハートラでも14位だからね、すごかったんじゃない今回両方ともいい順位に行って。そう、そめでした、私ハートラちゃんのことを飛ばしちゃったのよ本当にそれが申し訳なくてさ、でねお互いそのとっつぶし合ってるのってすごい爆笑しましたまあこういったなんかハプニングというか事件もありつつ、すごく今回楽しく、はい、ゲーム大会ね、開催できて本当に良かったです。皆さんの名前ありましたか。はい、ということで本当にいや久しぶりに味わったこんなすごい緊張感。いやでも1位になりたかったけど、でもやっぱね景品のトランプぜひゲットしてもらいたかったので、それはまあ、うん、1位じゃなくてよかったのかなと思いますとか言って、まあ気をしびりなんですけどはい、でもサオリさんの本当にプレイすごくなんか勉強になるものがありまして、後半結構本当に気持ちどうされたなっていうのがあったんで、でもなんか最後の方スタンプ押しちゃったりとかして、すごく2人で盛り上がれたのはすごくいい、はい、思い出ですで本当に誕生日ね、昨日誕生日で今日ね29歳イースタート切るぞって言ってたんですけど、本当にこんなすごいいい結果になると思わなくて、とてもとても嬉しいです。すごい本当にいいスタートが来てたと思います。本当に本当に同卓した皆さん、そして参加してくださった、88名の皆さん本当にありがとうございました。JK カップはちょっと来月から名前が変わりまして、ハタラとレナンボカップという感じですね、まあ、同じ毎月土曜第3土曜日にやるんですけども、ちょっと名前が変わりますので、変わるけど皆さん私たちのことを忘れてないで、これからも一緒に遊んで
ていただけたらと思います。本当に本当に皆さんお疲れ様でした。レナンドでした。2位だった。ありがとうね。